関心1位のニュースがこの集団的自衛権のニュースであります。改めてご紹介いたします。安倍総理の私的諮問機関安保法制懇のメンバー元外交官の岡崎久彦さん、スタジオにお越しいただいております。何かラジオ慌ただしくて申し訳ございません。よろしくお願いいたします。お役に立てれば。いろいろとお話しいただく前にですね、リスナーの方にも、岡崎さんへの、質問などをいただいているんですが、ちょっとご紹介させていただきます。清瀬市にお住まいの40歳の奥様です。はい、なぜ集団的自衛権容認の閣議決定をそんなに急ぐのでしょうか。総理の執着ぶりには驚かされます。もう一方、神戸から55歳の男性です。消極的に賛成です。中国、北朝鮮、韓国などの脅威を考えるとアメリカと密接な関係である必要があると思います。これからは今のままの日本では守っていけないと思いますといったそれぞれのご意見いただいているんですが、まずはお答えいただけますでしょうか。最初の奥様、なぜこんなに急ぐんですかという質問にはどうお答えますか。いや、私に言わせればね、どうしてこんなに時間がかかったかですね。ああ、逆に。もうだって私が言い出してから40年間ですからね。それで第一次安倍内閣の時にもうできるに決まったんですよ。はい、それでね、最終報告を9月14日に出すと。でそれでもうすっかり準備ができてて、9月12日に安倍さんが病気で倒れた。あ、はいはい、ね、だからそれのやり直しですからね。うん、で私は安倍内閣ができた途端にもう声明発して やるようにと言ったのが私の意見です。うん、それが今日の今日まで遅れてるっていうのはこれはもう非常に心外ですね。一日も早い方がいいです。でこの集団的自衛権が必要な理由というのを簡単に言うと、大崎さん、どの部分が一番重要だと皆さんにメッセージするとしたら、法律論ね、ええ、法律論は何でもないんでね、はい、日本は国連に加盟したでしょ。国連憲章というものを批准してるんです。ええ、で国連憲章にですね、加盟国はね、集団的および個別的自衛権を持つと書いたんですよ。はい、ええ、でこれをね、国会で批准してある。うん、でもし日本が気に入らなければね、留保しなきゃいけない。うん、留保なしで批准してるんです。はあはあ、だから日本の権利があるんです。はあ、うん、はい、それでね、だから権利があるからもそれでいいんですけどね。ええ、ただその後の国会答弁でね、権利があるけども行使できないという変なことを言い出したんですよ。うんうん、それはまあ社会党の55年体制でね、一度言うとですね、それ引っ込めると国会の審議は止まっちゃうんですね。うん、社会党が横になって寝るから。うん、そうすると予算委員会は通らないから。それで起こすためにはですね、はい、今まで通り言いますと。でそれを30年か50年続けてきたんですね。だけどね、権利があって行使できないってことはありえないの。例えばね、いいですか、新幹線乗るでしょ。それであなたの席行くでしょ。そうするとあなたの席に誰か変なやつが座ってるの。はい、ね、であなたが切符見せて、でこれは私の席だと、私は座る権利があると、その人が切符を見てですね、確かにあなたの持ってる切符と私の席の番号同じだと。うん、だからあなたは権利があると。うん、だけどこうしていいとは言ってないぞと。これじゃあね、社会は持たないですよ。うん、例えば買い物するでしょ、で領収書もらうでしょ、そしたら商品を引き取る権利ありますよね。そうでしょ。はい、で帰ろうと思ったら待てと、持って帰るなと、お前は権利があるけど行使はしちゃいけないと。これじゃね、社会持たないです。あ、そういうことです。あの法律的には。ただ今までその40年もこの案件をずっと伸ばし伸ばしにして、なぜ今なんですか。ね、いや、だから社会党がですね、横になるから。じゃあそれ ならなくなったということですか。ならなくなった、そういうことですね。あ、それだけのことですか。だから今でも公明党が横に なるとどうかということですよね。はあはあ、ね、そういうことです。うん、ただ権利があって行使をしちゃいけないってことで横になるってのはいかにも非常識と。うん、だけどまあ今回これで済むでしょう。でも日本には平和憲法があるから使っちゃいけないんですよね。いや、憲法のもとにですね、憲法の規定に従って
国際条約を批准したんですよ、うん、で憲法にその条約の内容は守れって書いたの、だから憲法に従うならですね、集団的自衛権が書いてあるという国連憲章を守らなくて書いてある、ね、だから平和憲法の通りにすればですね、集団的自衛権も交渉も守らなきゃいけない、うん、憲法通り読めばね。横浜にお住まいの男性からもこういうメールが届きました。懇談会自体が集団的自衛権ありきの機関なので、多くの国民の総意を組んでいるとは到底思えません。岡崎さんは総理大臣が悪いということは選んだ国民が悪いとおっしゃっておりましたが、議員内閣制の我が国において一理あるものの、我々国民は安倍さんを直接選んだ覚えがないんですけど。あのね、これ、委員会有識者懇談会ですからね、はい、有識者っていうのは安全保障について、学識経験のある人だけですよね、はい、で安全保障について学識経験のある人で集団的自衛権の行使に反対している人はいません、うん、だから有識者だけ集めれば全部賛成になります、うん、はい、うん、いやいや、だから勝手に選んだんじゃないんですよ。いやいや、あの総理大臣が、まあ、あの結局、うん、判断をするのは総理なんだと。そりゃそうです、ええ、その総理がもしその判断が悪いというなら、総理を選んだ国民が悪いと。そりゃそうですよ、岡崎さんが以前おっしゃったと。そうそう、そりゃそうです、うん、でもそれだとすると、議員内閣制の我が国において我々国民は安倍さんを直接選べないんですけれども。いや、それはね、うん、例えばね、戦争直前まで行ったのはキューバ事件の時のケネディね、はい、それから戦争しちゃったのは、アルゼンチンと戦争したサッチャーね、はい、でこれはね、最終的にはね、総理大臣か大統領の決断以外ないんです、うん、でそれは間違うことあるかもしれませんけどもね、うん、結局ね、あらゆる民主制度でね、みんなが選んでできた政府でね、その政府の総理大臣か大統領、最後にはこれに任せるんです。あ、それは それ以外にありえないです。総理大臣にもその権限はあるんですか。あります、あります。あ、うんうん、あります、あります。あ、そうですか。あります。つまり閣議も決定することなく、国会に諮ることなく、一人の判断でできる。一人というよりもね、ええ、国家ってものは生存しなきゃいけない、はい、で最後に誰が決めるかというとね、これ大統領か総理大臣ですよ、うん、それ以外に決める人いないです。うん、で今回の集団的自衛権行使についても同じことは言えると。それは私の意見ですけどね。私の意見はそうなんです。ああ、私の意見はそうなんですけども、うん、理論的にはそうです。うん、それはね、だからあなた方が全部議論してるのはね、憲法って話でしょ、はい、で憲法解釈論ですよ、うん、そうでしょ。で憲法解釈っていうのはね、自分自身が憲法を守る、そうでしょ、護憲ですよね、はい、ということは憲法を守らなきゃいけない、うん、で憲法に、ね、ちゃんと書いてある。それはね、憲法解釈にとって最終判断を下すのは最高裁って書いてある、うん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 、だから最終判断を下すのは国会じゃないですよ。国民とも書いてない、はい、ましてですね、憲法学者ではない。それからね、まして法制局なんてのは政府の一機関ですからね、これは最高裁が決めるんです、うん、で最高裁はね、もう結論出してるんです。ほう、砂川判決ってのがありましてね、で砂川判決 に従えばですね、集団的自衛権あるんです、うん、でこれはだから、うん、どんな憲法解釈を言ってもですね、どんな憲法解釈も最後に有権解釈を下すのは最高裁であると、うん、だから憲法80何条かなんかに書いたんですよ。砂川事件というのは憲法を遵守するというならね、憲法を遵守するというなら最高裁の判決に従わなきゃいけない。うん、それをだから今小室さんがね、うん、交渉で砂川判決って言ってるでしょ、そのことですよ。岡崎さん、ちょっと京子さんいいですか。どうぞ。ちょっと具体的にちょっとお伺いしたいんですよ。ちょっといいですよ。憲法解釈の議論ここでやってたらおそらくもう1時間じゃ済まないと思うんで、もう最高裁も決めてるからもう、ね、1分です、安倍さんの5月でのですね、15日の記者会見、非常に話題になりました。イラストがあって、でいわゆる、おそらく朝鮮半島と思われるところから日本人の家族が子供を抱いて、そして避難すると。で感染がアメリカの感染の、うん、だった場合、日本の自衛隊は実は近傍にいてもですね、これを覚えていない。そうですね、集団的自衛権の一つの例なんですけれども、
いや僕はまずね、安倍さんの外交っていうのは非常によくやってらっしゃると思うんですよ、まあ、ずっとこの番組でも言ってきましたけども、うんうん、他の自民党の政権や自民主党政権に比べてね、それから、まあ、両敵艦もすごい素晴らしいと思うんですよ。でところがですね、この集団的自衛権だけはなんでそういうことをやらなきゃいけないのかなという非常に僕は疑問があるんですね。でまず一つ具体的にはそのまず今この事例なんですよ。でこの場合に日本の今の現行の憲法では守れないというのが標準解釈ですとおっしゃいました。でこれねどうしてなのかなと、まずこれ外国の戦績を守れないというんであれば、日本が今自衛隊がやっているようなこのシーレーンの数千キロに及ぶですね、このいわゆる防衛ですよね、これ違法行為ということをおっしゃってるわけですよね。そうです、僕重大な発言だと思うんですよ。重大です、重大です。いやこれはね、いやちょっと岡崎さんこれまずどう思われます、安倍さんの発言は。私の自治の経験から申しますとね、1980年頃あの時はねソ連海軍がカムラーンを占拠した。それで南シナ海の交通を脅かしてる。80年というとちょうどイラン・イラク戦争が始まってる、ね、湾岸がまた危ない、はい、それで第7艦隊が全部往復を守って、うん、航路をね、うん、でこれ日本の石油ラインですよ、うん、でね結構ね辛い任務なんですよ。インド洋の夏暑いですからね、はい、甲板の夜だと40度ぐらいになるから、うん、それでね通る船全部日本のタンカーだった、うん、で水兵が怒っちゃってね、ああどうして海上自衛隊来ないんだって、ね、はい、それでね海軍司令官私のところ来ましたよ。で私はね日本の事情分かってると、水兵にそんなこと分からないと、でみんなを怒り狂ってると、うん、で水兵が怒ってることだけはね理解してくれと、うん、と言うんですよ、うん、ところが集団的自衛権行使できないから守れないんです。行ったってね日本の船は守っていいですよ。でアメリカやインドネシアの船は守っちゃいけない、他の国守るから。それからね、大体日本の船になるものはない。そう、その通りなんですよ。ほとんどリベラ船籍かパナマ船籍なの。またいろいろありますよね、技術もあるし。それはね、守るとね、うん、集団的自衛権の行使になるかというと、法制局がね、その疑いがあるという。いや、でも今の物流で、おそらく日本、外国船籍の船、おそらく9割ぐらい物流の量ですね、占めてるわけですよ。そうつまり現状が違憲だということは、これは甚大な発言ですよ。そうですよ。だから現在海事はそれをやってるにもかかわらず、それが今できないとおっしゃるわけですよ。いや、やってないですよ。安倍さんはやってないですよ。つまり、アメリカの第7艦隊はいつもパトロールしてるでしょ、うん、これ日本が参加してですね、うん、日本の船を守れるならこれでも私は何にも必要ない、もう集団的自衛権の議論はもう済んでる、うん、しちゃいけないんです。いやそれは何ですか、法制局の判断ってことでしょ。法制局の判断で、そうそう、それを、うん、国会ではですね、うん、もうそれは しちゃいけないことになってる、うん、いや、その法制局の判断をどうするかという政治家が大事であって、その通り、その通り、うん、その前にね、やることがたくさんあるんですよ、ということが僕が言いたいのね。何の話だろう。いや、だから法制局の判断を変えるということが一つできるわけですよ、もしそうであるならば。だそれを今総理がやってるのがそれしかないですよ、うん、それやってるわけだ、うん。あともう一つね、いやだから法制局の判断を変えることが大事なんですよ、うん、でそれを今総理がやってるんですよ。でもね、今現状開示はじゃあシーレーンを守れていないという認識ですか。守れていないです、アメリカ任せです。いやでもそしたらあの自衛隊がやってる訓練は一体何なのかという話になりますよね。自衛隊は日本の周りだけですよ、うん、あの辺行ってませんよ。あのね、感染、シーレーンは置いておくとして、そしたらその朝鮮半島の有事の想定していることだろうと思うんですけど、いや、あの安倍さんの例でアメリカの、そこで逃げないでね、うんうん、シーレインをね、うん、シーレイン防衛ができたら私はもうそれで目的達します、うん、今できてないんです。日本の船がですね、うんうん、石油を運んでくるのを他の国が妨害した場合ですね、日本が守れないんですよ。いやだからその外国船籍を守ってはいけないという法制局の判断が問題にあるならば、そうです、それを変えればいいんじゃないでしょうか、ね、その通り、もうそれだけです、うん、それが今やる。じゃあ次の質問いいですか、はいはい、まずアメリカ朝鮮有事の時にアメリカ軍が日本の家族を避難させるという例ですけれども、うん、過去の一番直近の例ではアルバニアの緊急避難がありますよね、うんうんうん、これは日本のですね、自衛隊ができなくて結局はですね、ドイツのオペレーションリベーレに頼ったわけですよ。
アメリカ軍はオペレーションシルバーウェイクには日本人は入れなかったんですよね、うんうん、そうしますと経験的な事例からあの安倍さんが挙げられたのはかなりちょっと想定としては代表的な例とは言えないんじゃないですか。もうその通りです、うん、私も、ね、あの例は、ね、不必要と思います。いやでも安倍さんが最初に挙げて集団的自衛権が必要だという例だからというのはね、うん、ちょっとおかしいですよね。あれはね、うん、要するに全部例示ですからね。いや例示ですよ、 例示ですよ、はい、それでね要するにあれをした人がですね、うん、まあ、あれを安倍さんにアドバイスした人がね、うんうん、一番俗事に入りたいと思ったんでしょうね。いや俗事だろうが国民はやっぱりそれはねやっぱ大事なものだと、ね、日本の国民の命ということでね、うんうん、分かりやすいと思ってあの例を言ったんですよ、はい、ただね、私に言わせればですよ、うん、日本人が乗っていようといまいと関係ないんです、うん、アメリカの艦船を日本が守れないとですね、うん、日本の安全持てません。でも緊急でもその例えば朝鮮半島有事の時っていうのは、うんうん、周辺事態法がありますよね。うん、そうそう、周辺事態法である程度できる、そうそう、ある程度できる、できますよね、うん、ある程度までできます、うん、それ、いや、それ、ただ戦闘行為は できないですよ、周辺事態法では。例えば日米、共同防衛協力のための指針というのは1997年、ガイドラインですよね、でその中にはですね、これはそういった非戦闘員を退避させるための活動としてですね、そうそう、うん、日米両政府が、まあ、自国の退避現地当局との関連によって、うんうん、各々責任を有すると、そうそうそう、だからまあ個々でやると、そうそう、ここでやる。であと日本の政府の協力に関してはルールをこうずっと書いてあるんですよ、うんうんうん、ね、例えば基地を提供するとか医療とか検疫とかずっとあるんだけど、うんうん、アメリカが日本に対してどうこうするという明記はないんですよね。そうなんです、うん、だからあの例は極めて特殊かちょっと想像できないような例を挙げられてるんですよ。テレビでのパネル一番話題になったやつですよ。僕も知ってる、僕も読んだ、ね、うん、だから岡崎さんもあれじゃ不適切だと思われます。不適切ってことはないですけどもね、うん、一番国民に分かりやすいっての知恵を絞っただけですよ。いや国民分かりにくいです。だから現行でできることを、ね、もっと分かりやすい、ああいうことするというのは一番分かりやすく言えばね、うんうん、日本の船とアメリカの船が並んでるでしょ、はい、別にこのあれですよ、日本の避難民なんかは別に救助してないですよ。そうで北朝鮮がですね、日本の船を攻撃すればね、うん、アメリカは すぐに助けに来ます、うん、すぐ戦争してくれる、うん、ところが北朝鮮がそれを知ってればですね、まずアメリカの船を沈めてから日本に来ますよね。北朝鮮がまずアメリカの船を攻撃した場合ね、日本は動いちゃいけないんです。いやでもそれはですね、まさに日本の周辺でですね、うん、国の存亡に関わることが行われているわけですから、そうそうそう、これは刑法のやっぱりこれ正当防衛の延長でできるわけでしょ。だって急迫不正のだって脅威があるわけですから、それは個別的自衛権の発動でしょ、うん、発動でしょ。それはね、私は今までずっと言ってることなの。あ、そうですか、うん、それね、あ、じゃあそれはもう全然違和感ないです、ね、いや集団的 でその場合ね、はい、うん、日本の司令官は、うん、集団的自衛権の行使は禁止されてるから助けちゃいけないっていう厳しい命令の下にあるんです。やっちゃいけない。それは自衛隊の内規です。個別的自衛権使えません。そこで使えない。だってアメリカだけやられてるんだから。でもそれは日本への攻撃って見なすことはできないんですか。見なせない。アメリカだけ攻撃されてる。根拠は何ですか。内閣法制局ですか、それ。うん、でもちゃんとそれは何度もそう、国会答弁にもありますしね全部そうなってるの。いやだからね、そこのところをね、そうそう、問題であるならばね、そのシームレスに対応したいというんであれば、その議論から始めればいいじゃないですか。私はそれしかしてないの。あ、そうですか。30年間これちょっと今入ってきてるニュースなんですが、内閣法制局が集団的自衛権行使を限定的に認めて、憲法解釈の変更を提起する閣議決定の原案を了承したと。そうですよ。今日の動きとして入ってきてます、うんうん、こうなりますとどうなるんですか、内閣法制局が閣議決定の原案を了承した。うん、それはいいでしょう。いや、集団的自衛権という言葉を盛り込むんですか。そしたら公明党おそらくイエスと言わないでしょうね。まあそんなことはおかしいな、それはコメントに聞いてた、うん、いやいや、まあこれは私のコメントですけどねつまり閣議決定の原案を内閣法制局が了承したということは、もう安倍さんのお考えのことが前にぐんと進むという。了承するも何もね、ええ、法制局ってのは政府の一部ですよ、はい、で、ソウルの命令に従わなきゃいけないんですよ、うんうん、
で総理がこうしろって言ったらその通りしますよ、法制局は。いや本来はまあ法制局自体は、ね、があの一番最高意思決定機関のように思われているのはちょっと問題があるわけです。それ間違いです。それは、まあ、岡崎のおっしゃるように最高裁なんだけど、アメリカにもホワイトハウスのリーガルカウンセルってのがあって、いやでもこれまでずっとお目付け役だったじゃないですか。いやだからお目付け役がどうこうという問題ではなくて、ここに来て内閣法制局の存在云々じゃなくて、あのちょっともうちょっと具体でもっといいですか。例えば初等防衛ですよね、尖閣、うんうん、まあ、その島しょ部に、うん、そのコマンドが入ってきたと、うんうん、でこれグレーゾーンで今やってますよね。はい、これはでも実際考えてみると日本の領土なんだから、日本が主張している固有の領土なんだから、これ個別的自衛権でしょ。そうです、ね、そうです、うん、だから集団的自衛権どうこうということ自体をこだわってあのように政治過程で大きくやることはね、それはね、僕はね、あの大事なエネルギーを損してると思うんですよ。いやそれはこういうことなんです、うん、あのこれ私ずっとあの法制局で議論してるんですけどね、あの、うん、日本 の, あの、うん、集団的自衛権の問題ある、これをね完全に解決してもね、なおかつ自衛隊法の問題があるんですよ。で自衛隊法っていうのがですね、もう本当に武器を使う場合はですね、防衛出動が出れば何使ってもいい、うん、防衛出動が出る前のグレーゾーン。あ、でも治安、でもね、治安出動の場合にね、現場の指揮官の判断でできるようになってるわけでしょ。だってそれもね、うんうん、まあ、それはあのできますよ、だって書いてあります。今のがそうだけども、うん、やっぱりね、やっぱり自衛隊法を直さなきゃいけないんですよ、あちこち。いや、まあそれはまあ自衛隊法を直していただいたらいいんだけど、今の現代のこれでも治安出動ができるわけだから、それ、 いいんです。それはね、うんうんうん、集団的自衛権の問題はないんです。そう、そういうことですよ。で私はだから集団的自衛権の問題をね議論している最中にね、うん、これはもちろん解決しなきゃいけないと、うん、ところがそれだけではなしに自衛隊法でね、うん、いろいろ解決しなきゃならない問題もあると、うん、これも全部この際一緒にやりましょうと、うん、それがグレーゾーンなんです。これは集団的自衛権の問題じゃないです、うん、だからね、あの、まあ、今公明党と自民党がそこのところをそれやってるということは、それはいいことだと思うんです、うんうん、だから問題はね、集団的自衛権という言葉がを入れるとか入れないとか、そういう議論が先行してるんですよね。いやだからあの今言ったような、ね、グレーゾーンはね、うんうん、ほとんど集団的自衛権の問題じゃないです、うん、だから今の治安出動の範囲で十分できてるわけだから、いや それもってソマリアの海賊のだって対応もやったわけでしょ。だから当初ね、海賊ならできるんだけど、あれがコマンドでも特殊部隊想定してるじゃないですか。敵の軍隊だと今できないです。やっぱ組織的な軍隊であればこれは個別的自衛権じゃないですか。それできない。それ日本にまさに加わる不正な、それとあの時間がないんでこれだけは聞いておきたいっていうものがあるんですけども、どうぞ。いいですよ。つまり集団的自衛権っていうのは、こっちが攻撃受けていないのに同盟国が攻撃受けることで戦場に行かなくちゃいけないっていうことですよね。というよりかさっき言った、うん、隣のアメリカの駆逐艦が攻撃されていたら、日本は手をこまないでいないで、すぐ助けに行くってことですよ。いや、つまり 9.11 がアメリカでありました。その後で、アフガンに行って、そうそう、それでそのイギリスだフランスだがもう戦場に行きました。ああいうことがまた日本にも課せられるんでしょ。課せられないえ。どうしてかというとね、集団的自衛権ってのは権利だって義務じゃないんです、うん、でこうなった場合は日本はこうしなきゃいけないっていう義務はゼロなんです。それは国会で何度も言ってます。だからまあ、それしかしないからその場で日本が決めない、権利だから。それはできないという意味のことを言ってましたよね、うん、だけどね、安倍さんは言っていい、うんうん、それは安倍さんは OK ですと、でもいや OK じゃあのそれはダメですよって言っても、うんうん、次に出てくる人がどう出るか、全くそれは政治判断だから。集団的自衛権そのものはその時の内閣総理大臣が解釈できるものなんですか。その通りです。その通りです。それまずいでしょう、うん、だから今の現行で十分対応できるにもかかわらず、なぜ集団的自衛権というコンセプトに実施するかということなんだよ、ね、あの総理が変わるたんびに、じゃあアフガン行け、いや行っちゃダメだって、それで変わるんですか。それはね、だからさっき言ったケネディがキューバ危機、それからサッチャーが例の、マルビーナス、はい、これはね、うん、結局も全員集めて散々議論して、最後の決断は総理です。総理か大統領です。それ以外にね、いかなる国の政体でもいかなる民主主義でもね、いかなる自由主義でもそれ以外のことはありえないです。結局国民が選んで今までやってきた総理と大統領が決めるんです。それ以外ありえません。でもそういう争点で選挙やってくんないからね。全部争点隠しで別なものでもって選挙やるから。
集団的自衛権だけでもって決めてほしいですよね。だから治安出動で、だからそれとは関係ない話でね、うん、国家が政府を選んだ以上ですね、国家の存亡はその時の政府の長がね、これ本当に心血を注いで国民の利益だけを考えて、で最後に下すのは大統領か総理大臣です。それがありえません。国民は歯止めが効かない。国民がその前に選んでるんです、うん、まあ、さっきの議論になるんですね。そうそう、いやまあ、もう一回出てくるけど、それ以外にありえないです、まあ、だからその時には、まあ、民主社会であれば、まあ、世論というものがあるわけですから、アメリカなんか例えば大統領が こっち行くったって、世論が戦争反対だったら戦争できないような、だからそのぐらい強い世論のある国は、まあ、いくらでも歯止めはありますけどね、まあ、日本の場合歯止めちょっといい加減ですからね。それはもうね歴史上いかなる国のいかなる民主主義の国でも、アテネの民主主義でも、それからあのイギリスの伝統的議会政治でも、アメリカの徹底的な民主制度であってもですね、結局はそれしかないです。最後にお伺いします。集団的自衛権、うん、これを行使することで国民は幸せというものを手にできますか。うん、要するに国民の不幸せを守るためです。不幸せにならないように。それは その時の総理に全部預けるということですね、条件は。そう、権利はありますからね、義務じゃないから、しなきゃいけないってことは何にもないんです。その場合は使わなきゃいけないってことは全くありえないです。これ権利だけですから、うん、まあ、僕は現行で本当に8割9割全部カバーできるにもかかわらず、これでもっていろいろ多くの時間が失われてですね、うん、本来安倍内閣がやる他に優先順位がもっとたくさん大事なことがあって、少子高齢化の問題もデフレもあって、30年間時間を無駄にしてですね、うん、1日も早い方がいいです。30年間無駄にしてるんですよ。現状であまり変わりはないと思いますけど、ね、私の仕事なんてね、30年間これが済んでたらもう新しい仕事してますよ。いや、まあ、どれだけ時間無駄にしてるか、こんなものはね、こんなものは直ちに決めなきゃいけないです、うん、いやこれはでもちょっとね、無駄なことだと僕は個人的に無駄じゃないって大体これだけ話して最後も無駄でしょって言ったら意味がないじゃないですか。そこで集団的自衛権を入れる必要はないという意味ですよ。大体こういうね、こういう話でね、うん、私が全部説明してね、でその後でですね、司会者とかテレビ側がですね、今言ったことは無駄だったか、それなら何のために出てるんですか。あ、いや私司会者じゃないからすいません。じゃあどう、最後の言葉言ってください。ん、最後の言葉ね、はい、集団的自衛権の行使はですね、一刻も早く国民のために今すぐ決めるべきです、はい、私司会者じゃないですか。チャンネル登録もよろしくお願いします。